ガルフストリーム4、SP ガルフストリーム4は、ガルフストリームエアロスペースが開発、製造していた総発ビジネスジェット機。1985年に初飛行、2002年まで生産された。日本の航空自衛隊も U-4、多用都支援機として採用している。総発のジェットビジネス機であり、概要は、前作ガルフストリーム3と同等の TGB 翼と、 高体格の主翼を持つ機体である。主翼端にはウィングレットがあり、エンジンは胴体後部に2機装備している。開発は1983年より開始された。初飛行は1985年9月11日。ガルフストリーム3と全幅は同じであるものの、主翼構造は見直され、複合材の使用により軽量化がなされている。水平尾翼が拡大され、 操縦特性が改善された。胴体も1.4メートル延長され、キャビン容量が拡大している。エンジンは、ロールスロイステーマーク611から8、ターボファンエンジンとなり、最大速度が3より向上している。アビオニクス面では、コックピットがデジタル化されグラスコックピットとなった。改良型として4 SP G 300、4SP G300、G350、G400、 G450 が作られている。生産終了となる2002年までに約500機が作られた。G450 アルフストリーム G450 は大型で長距離用途の総発ビジネスジェットである。ギブシリーズの後継として2001年に開発が始まった。2003年4月30日に試験機が初飛行した後、10月6日に一般に公表された。 G450 は2004年8月12日に FAA の形式証明を受け、初号機が2005年5月7日にアメリカのオーナーに納入された。G450 は G400 よりも航続距離が 463km 伸び、高温・高高度での離陸性能も改善した。外見の違いは、度合い値の変更と胴体が 30cm 伸ばされたことぐらいであるが、 機内は大きく改良された。G450 は、プラナベコックピットや電力系統、キャビン環境制御システムなど、多くのシステムに G550 のものを使っており、信頼性や快適性が向上した。プラナベコックピットは、従来のブラウン管ディスプレイ6台を14インチ、液晶ディスプレイ4台に置き換えるもので、パイロットは、飛行に必要なデータを認識しやすくなる。また、 赤外線カメラの映像をヘッドアップディスプレイに映し出すエブスにより、パイロットの状況認識が改善され、夜間や高転時でも安全に飛行できるようになる。操縦免許は G550 と同じなので、G450 か G550 のどちらかの免許を持つパイロットは、両モデルを操縦できる。G450 の最終期は2018年1月19日に、 顧客に引き渡された。1987年に初代ギブの納入が始まってから30年、2005年に G450 の納入が始まってから12年が経ち、ギブシリーズの生産は幕を閉じた。このクラスは新設計のガルフストリーム G500 が後を継ぐ予定である。G450 は365機、ギブシリーズ全体では900機長が生産された。 ガルフストリーム G350 は大型で中距離用途の総発ビジネスジェットである。2004年2月23日に公表され、同年11月1日に FAA の形式証明を受け、2005年6月30日に初号機が納入された。G350 は G450 の広さや信頼性は欲しいが、G450 ほどの航続距離は必要としない。 顧客をターゲットとしていた。G350 は G450 と機体サイズが同じで操縦系統やプラ鍋コックピット、エンジン、キャビン、荷物室などを共有している。また G350 と G450 はパイロットの形式限定は同じである。G450 との違いは航続距離が短いこととエボスやヘッドアップディスプレイなどが 標準装備ではなくオプション設定になっていることである。G350 の生産機数は、わずか11機であった。出展、ランベール、マーク、ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・ウェアクラフト1991から92、ジェーンズ・パブリッシング・カンパニー・リミテッド、PP410 から411、ISBN978 から0710609656、 初言性能アメリカ空軍の C-20、H のアの、ハリケーンハンターアメリカ合衆国ブルネーボーツアナ、コートジボワールチーエジプトインドアイルランドヨルダン、マレーシアメキシコオランダパキスタンサウジアラアビアスウェーデン、トルコウガンダベネズエラ航空自衛隊の U-4、多用途支援機日本。ありがとうございます。